はい、テイルズレジェンディア実況プレイパート96です。やっていきたいと思います。エルザの薬の材料となる魔物の素材を入手することができましたので、これからね町に帰りたいと思います。ダイ、こっち側かい。妙な操作ミスでやるんだな。絶対そこか。ふわしてなんか当てずれえな。エルザが待っている。町へ戻ろう。よし。これなら安心です。爆流拳。ああ。右下。爆流拳。レンガ引いてくる。当たんない。よろしく。一生懸命騎士として振る舞おうとしているというね、もともとは普通のなんだろうね、女の子っていうかね、持ってまいりました。
オルコットさんも戻ってきているといいんだが。急いで病院に行きましょう。病院かな、いろいろ消耗してるから一応補充に戻れません。店やってっかな、夜遅いけど。みんな遅いよ。オルコットさんは戻ってるか。ううん、まだ帰ってきてない。そうだ、手紙預かったの。オルコットさんからか。うん、パパに渡してくれって。こっちの手紙はクロエにだって。私に？これはエルザの治療薬の調合方法か。どうしてそんなものを。食ってば。どうして手紙握りつぶすの。今はエルザさんのことを考えましょう。薬の調合方法は分かっても材料が揃わないんじゃね。体力だけでもブレスで回復できんかな。その手がありましたね。モーゼスちゃん冴えてるわね。お姉さん感心しちゃったわ。うれしかったみたいだね。夜。すごく嬉しかったみたいですね。早速ブレスを試してみよう。シャーリー頼む。はい。効果があればいいんだが。呼吸が落ち着いたな。この程度では気休めにもならんか。アリエット、ノーマを呼んでこい。あいつにもいろいろと手伝わせる。わかったわ。早く薬を飲ませてやりたいな。明日の朝まで待って、オルコットさんが戻らなかったなら俺たちも帰らずの森へ行こう。エルザ。おい、どこへ行く。
エルザを止めなかったことに責任を感じているんだろう。クロエが受け取った手紙、何が書いてあったんだろうな。手紙を握りつぶした手が痛いくらいに震えていた。何か無茶をやらかす気がしてならない。思い過ごしならいいんだが。お兄ちゃん、ここは私たちに任せて、クロエさんを探して。シャーリー、なんて声をかければいいか私にはわからないから。お兄ちゃんなら大丈夫だよね。ああ、任せてくれ。私たちは治療を続けましょう。そうだな、セネル、クロエを頼んだぞ。この呪縛を断ち切らなければ私は前に進むことができない。だがなぜあなたなんだ。私はどうすればいい。どうすればいい。これは前は私。悩む必要なんてないじゃない。思い出してごらん。思い出す。私から全てを奪ったのは誰。父様と母様を殺したのは誰。オルコット殿だ。私が剣を握ったのはどうして。手がボロボロになるまで剣を振るったのはどうして。父と母の無念を晴らすためだ。私は一人ぼっちになった。あの寂しかった日々を思い出して、広い部屋に一人でいたのをよく思い出して。バレンスの家を守ろうと努力しても誰も私を助けてくれなかったよね。辛いのを我慢して、寂しいのを我慢して、泣くことも許されなかったよね。ああ、そうだった。それは全部誰のせいなの。オルコットだ。ほら、答えは出てるよ。そう。クロエがどこへ行ったか知らないか。なんでやってんのか。あ、やっと戻ってきた。どこ駆け回っていたんですか。こんな時にはしゃがないでくださいよ。ゼボーにゃわからんじゃろな。ワイが今どれだけ幸せなんか。何勝ち誇った言い方してるんです。ムカつきますね。モーゼス、クロエを見なかったか。クッチャンなら墓場の方へ行くのを見たぞ。墓場か、助かる。モーゼスちゃん、お手柄ね。あ、もう一発行く。ヒホーまたかよ。
さて。多少削れてっけど、いっか。雨か。いつの間に。どこに行くつもりだ。ごまかして済まそうなんて考えてくれるなよ。言っている意味がわからない。オルコットさんの手紙に何が書かれていたんだ。クーリッチには関係ない。関係ないとか言うなよ。クロエ！私は愚かだ。お前たちと馴れ合い、目的を見失っていた。クロエ。あれほど憎んでいたのに、そのために剣を握ったのに、私はもう敵討ちを諦めていたんだ。ティングルに逃げられた後で、再び奴を探し出す気力などなかった。父と母の墓前に立った時にも、昔のような憎しみを抱くことはなかった。このまま忘れられたはずなのに、なのに、なのに、両親の仇は目の前に姿を現した。スティングルではなく、オルコットとして。そうだ、腕の入れ墨を私は見てしまった。知ってしまった以上、平然と日々を過ごすことなどできない。一度でも意識してしまうとダメなんだ。埋もれていた記憶が鮮明に掘り返されていく。惨めで仕方がなかった、あの頃の記憶が。憎しみが体を支配していくのを黙って見ているしかないんだ。もうこの感情をどうすることもできない。俺が悩んだ時、お前は俺を支えてくれたよな。話もたくさん聞いてくれた。弱音もたくさん聞いてくれた。あの時もし一人だったら、今の俺はなかったと思う。だから一人で抱え込むな。一人で苦しむなよ。クーリッチ、両親を殺されてから私の人生は悲惨なほどに大きく変わった。最初は理不尽な悲しみに泣いているばかりだった。だが状況は甘えを許してくれなかった。バレンス家の生き残りとして、その名にふさわしい行動を周囲に示す必要があったんだ。仮名を守るために努力をした。私にできる全てをし尽くした。だが所詮は子供のやることだ。間違いなどいくらでもある。お取り潰しが決まるまでそう時間はかからなかった。必死に守ろうとした家がなくなることに悲しみはなかった。正直安心したくらいだ。これで周囲の声を気にしなくていい。私を引き取ってくれた家の人たちは皆いい人ばかりだった。親切にしてくれたし、
立場を理解して優しくもしてくれた。だがその裏で私のことをどう呼んでいたのかも知っている。お人形の当主様だ。誰も私に家を守れるなどと初めから思っていなかった。そしてその時に気がついた。私は一生クロエ・バレンスなのだと。どこで何をしようとも血と名の呪縛からは逃れられない。手紙にはこう書かれていた。覚悟あらば剣を手に参られよ。お前に気づかれていること知ってたんだな、クーリッチ。そこをどけ。オルコットさんのところに行くつもりなのか。エルザのことはどうするつもりだ。俺たちのことはどうするつもりだった。黙って姿を消すつもりじゃないだろうな。それこそ子供のやることだろう。そうだな、そうかもしれない。ふざけるなよ。私の時間はあの日に止まったままなんだ。剣を手に取る覚悟を決めた時に私の時間は止まったんだ。そこをどけ、クーリッチ。まだ話は終わってない。ならばお前には自分を抑えることができるというのか。ステラさんを奪ったバーツラフを目の前にして冷静でいられたか。それは底なしに込み上げる殺意はちっぽけな体には収まりきらない。違うか、クーリッチ。それでも違うと言えるのか。クロエ、まさか。話してわからないのであればこうするより道はないだろう。剣を抜けば引き返せなくなるぞ。元より引き返す気などない。バカ野郎。これが最後の忠告だ。そこをどけ、クーリッチ。断る。お願いだ。これ以上私のために何かをするな。お前の優しさに身がちぎれそうなんだ。そこをどけ。やめろ。どけと言っているのがわからないのか。やめろと言ってるのがわからないのか。この先本気か。覚悟がなければそこをどけ。死ぬぞ。やめろ、クロエ。雑魚じゃなさそうだな。そりゃそうだ、雑魚さんの雑魚じゃなさそうだなって。お前それクロエに言うか。盾と
迫撃戦闘やられっぱなしとやるぞ。体重1対1だったら負けんよ。爆竜拳サイガー爆竜拳激戦勝負やるね。爆竜迫撃戦闘やるぞ。爆竜拳迫撃戦闘やるぞ。爆竜拳減少拳爆竜拳少しは温存しないかな。やるぞ。高将来全次回積んだ。月影勝負爆竜拳迫撃戦闘やるぞ。爆竜拳迫撃戦闘やるぞ。爆竜拳サイガー爆竜拳やられっぱなし。気になるなこれ。爆竜拳ロンの粉流連撃飽きさられやるな。爆竜拳ロンの粉流連撃魔人拳爆竜拳ロンの粉流連撃ロンの粉流連撃減少拳あぶねえあぶねえ。迫撃戦闘高将来やるぞ。間に合う。爆竜拳迫撃戦闘これなんてだな。爆竜拳魔人拳爆竜拳少しは温存しないかな。やるぞ。爆竜拳迫撃戦闘やるぞ。爆竜拳減少拳爆竜拳迫撃戦闘バリナクロエもうやめ。言ったはずだ。覚悟がなければ死ぬと。クロエ、お前。お前を傷つけた私にもはや戻れる場所はないな。おかげで覚悟を決められた。ありがとう、クイッチ。ふざけるな。そんなありがとうがあるかよ。俺は認めないぞ。なぜ止めに来たんだ。クロエは仲間だろう。大切な仲間だろう。だから行くな。その言葉を素直に受け取れればよかったのにな。クロエ、もう喋らないでくれ。お願いだから喋らないでくれ。行くな、クロエ。心地よいはずの言葉が今は全て痛みになるんだ。クロエ、行くな、行くな。お兄ちゃん、しっかりして、お兄ちゃん。確かクロエと
お兄ちゃん、目覚めたんだね。シャーリーが直してくれたのか。うん。そうだ、クロエは戻って来なかった。のんびり寝てる場合じゃない。早くクロエを追いかけないと。あ、ダメだよ、急に動いちゃ。行かなくちゃ、ならないんだ。どうしても？どうしてもだ。仲間を放ってはおけない。みんなは病院で待ってるよ。シャーリー、私も一緒に行く。私にとってもクロエさんは仲間だもの。そうだな。さて、というわけでですね、なんとか部分も一命を取り留め、あ、これね、全然でも一命取り留めたようですけれども、これがね、どっかに行ってしまいましたと。まあ、あのままね、彼女を放置しておくのも危ないんでね、一応なんとか追い上げていきたいと思います。よし。では、Tales of Legendia実況プレイパート96、最後までお越しいただき、ありがとうございました。次の動画でお待ちしております。それでは皆さん、また見えるな。